こんにちは。今日は夏のお野菜、スイカとトウモロコシの絵を描いていきたいと思います。それではスイカから描いていきますね。スイカの種の部分です。グリーンでヘタの部分を描いていきます。スイカが乾く間、先にトウモロコシの方を描いていきますね。黄色でコーンを描いていきます。ところどころオレンジ色も足していきますね。そしてもじゃもじゃおひげです。スイカの柄を描いていきます。適当にギザギザしていきますね。今日の種はサインペンの黒を使っています。最後に落款をしてスイカとトウモロコシが描き上がりました。スイカを2つ並べて描くのも可愛いですね。皆さんもお好きな方をお試しくださいね。